いやー、どうしよう。 まあ行くしかないんだけどさ。まあね、知らなければさ、殺すことも犠牲にすることもきっと、ね、そこまで罪悪感が伴わないもんね。でも、カーチはさ、ここまでさ、来てしまったんだよな。いろんなさ、人をお友達にして、カーチフレンズを たくさん作って。ね。だから、朝ごはんもさ、きっとそれを知っているだろうから、しんどいんじゃないのかな。自分の子供のようなさ、存在だったあの子を、思い出してしまうのでは。え、サンズ？ついにここまで来たな。お前の旅はもうすぐ終わる。この先へ進めば、お前は王と相まみえる。王とお前が、この世界の運命を決する。だがその前に、まずは、審判の時だ。お前がこれまでに取った行動のすべて、手に入れた経験値、それらをもとに判定が下される。EXP というのは何のことかわかるか？正式に言えば、エクセキューターポイント。他者に与えた痛みの量を数値で表したものだ。誰かを殺すと、エクセキューターポイントが溜まる。それが溜まると、一定以上、ん？が一定以上溜まるとラブが上がる。そう、ラブの本当の意味も教えてやろう。正式には、レベルオブバイオレンス。暴力レベルのこと。他者を傷つける能力を数値で表したものだ。殺せば殺すほど感情を抑えるのが容易になる。感情を抑えるほど自分は心の痛みを感じなくなる。何のためらいもなく他者を傷つけることができるようになる。サンズ。でもあんたは一度もラブを手に入れなかったな。だからって、あんたの心が真っ白だって言うつもりはないけどさ。でもあんたの心はいつもあったかかった。自分はどんなに辛く苦しい思いをしても正しい行いを貫いた。あんたは絶対に誰かを傷つけようとはしなかった。バトルから逃げる時でさえいつも笑顔だった。あんたはラブを手に入れず、ラブを手に入れたんだ。わかるかい？わかんないかな。これ英語だと何なんだろう。 そう、原文気になるな、めちゃくちゃ。さてと、あんたはいよいよこの旅で最大の試練を迎える。ここであんたが取る行動が世界の運命を決めるんだ。あんたが戦うことを拒めば、アズゴアに魂を取られて人間たちは滅びる。アズゴアを殺して地上に帰れば、オイラたちモンスターは地底の世界に閉じ込められたままだ。さあどうする？いや、究極の選択だよね。まあ、オイラだったらとっくに諦めてるね。でもあんたは諦めなかったからここまで来られた。そうだろ？つまり、あんたは決意ってもんを持ってるんだ。そいつを捨てない限り、自分の心に正直に行動し続ける限り、あんたには正しい判断ができるって信じてるぜ。そんなわけで、みんなあんたを応援してる。頑張ってこいよ。応援してくれるの？でもモンスターのみんなはさ、やっぱ地上に出たいでしょ？いや、でもそんなこと言われても嬉しいけど悲しいよ。 だって救えないかもしれないんだよ。ただ友達として見送ってくれるってことなの？みんなが？ああ、なんか書いてある。謁見の村。ついにここで会うのか。え？なんか続いてる。こっちは何だ？こっちは何？もしかして会わずにそのまま？なにこれ？棺桶だ。名前が刻まれている。河内。中は空っぽだ。はあ。
今まで亡くした子供たちの棺桶か、僕もあそこに入れられるようにもう作ってあるのか。いやでも僕は入らないよ。だからといって王様を倒そうとも全く思ってないけどさ。歌ってる。ラララ。おや？お客さんかな？ちょっと待ってておくれ。今水やりを終わらせてしまうからね。金色の花だ。これでよしと。うわあ。え、なんかマンバイルにめっちゃ似てない？ハロー、いらっしゃい。あ、君は。お茶でもいかがかなと言いたいところだけれども、残念ながら、そういうわけにもいかないね。ああ、いや、そうだ。ごらん、今日は素敵な日だ。花が咲き。小鳥たちはさえずり、こんな日は鬼ごっこでもして遊びたいね。うん、私たちにはやらなくてはならないことがあるね。準備ができたらこの先の部屋に来なさい。これはもう一つの曲座だ。白い星座がかかってる。え、これやっぱ王妃のだよね。ママエルの椅子かな。緊張しているね。大丈夫。歯医者さんに行くようなものさ。まあ歯医者さんに行くのはみんな嫌だよね。準備はできたかい？強がらなくていい。私だって心の準備ができていない。すごいあるじゃん。終わり。終わり？行くのか。わあ。これがバリアだよ。我々モンスターを地底に閉じ込めている封印だ。もしこの世界でやり残したことがあるのなら、ここで引き返しなさい。そうか。では。王様、始めようか。はあ、これが。マリア越しに薄明かりが見える。旅はついに終わりを迎える。決意がみなぎった。人間よ、君と出会えてよかった。さらばだ。かっこよすぎ。なんでそれを壊すの？落ち着いた口調でアズゴアに戦いたくないと伝えた。アズゴアの両手が一瞬震えた。嫌だ。戦いたくない。戦いたくないんだよ。これはどっかで見たな。復讐みたいな感じか。待って、この曲さ、この曲って、え、これママエルと同じ曲じゃない？
して無駄なんだ。ああ、よいしょ。これは、いいぞ。ああ、シングルマミコ食べて。これ、これないのか？ないのかな、なんか。あ、すごい。お願い。これ本当に苦手なんです。避けられませんの。避けられませんのよ。え、どうするんだろう。いてててていてていてててていてててて、わらららら、わらららら、お願いだよ。避けられると言ったな。あれは嘘だ。嘘なんかーい。え、これちょっとオレンジオレンジオレンジ全部動く動く、よし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 。うん、お願い。え、どうすればいいの、どうすればいいの。わかんなくなっちゃったよ。混乱してきた。いいよ、これで倒されたとしても。それでこの世界どうなるんだろう。お願いだ。はい、こうなったらどうなるの。え、ただ本当にゲームオーバーだの。我々の運命が関わっている。カーチ、決意を力に変えるんだ。我々の運命って誰なんだよ。誰なの？我々ってさ。ねえ、始めるよ。攻撃しないといけないの？やだ、それ壊さないで。いや、どうして。お願い。あそこにあなたに一度殺されたと伝えた。あそこは悲しそうにうなずいた。え、お、お、お、あ、なんか話進んでる。あそこに戦いたくないと伝えた。あそこの息遣いが一瞬乱れた。あ、なんかこれもしかして正解か。残ってるな。あそこは強い口調であそこにもうやめてと伝えた。あそこの脳裏に思い出が蘇る。攻撃力と防御力が下がった。この音楽本当にいいんだけど。あ、
めないぞ。諦めないぞ。あそこは。ドリーマーさん。始めようか。うん。取る気がないの、命を。ね、それ壊さないで。さあ、どうなるのかな。あそこにあなたに二度殺されたと伝えた。すごい悲しそうにうなずいた。これカウントされてるよ。あそこは戦いたくないよ。どんなに殺されても戦いたくないよ。ほら、自分で当たりに行ってやるぞ。始めよう。ねえ。どうして、どうして、うん、お願い、なんか他に解決はないのか。あそこは、あなたに3度殺された。よし、始めよう。ほら、ほら、もうやめてよ。ほら、ほら、ドリーマーさん。6回も殺されたよ。